はい、どうも、白滝です。今回の動画は明日、イベントとガチャが更新されるので、更新予想、でアップデート情報が激アツすぎる、アニバ総選挙最終日〇〇に投票して、パワー比が強化されたので、久しぶりにリアタイもやっていこうかなと思います。 明日、イベントとガチャが同時に更新されます。まずはイベントの方から見ていきたいんですけれども、ドリームキャラバンのみを予想しています。過去8年のね、更新例、ランキングとドリームキャラバン被ったことがないので、ランキングイベントに関してはなさそうかな。タイムスリップセレクション第6弾に関してもないと予想しています。 一セレクションを TS シリーズに含めるのであればいつも通りの追加人数 TS 第6弾の代わりに一同セレクションとねえ考えてもいいんじゃないのかなと思いますガチャの予想をやっていきましょう3つえ更新が来ると考えていまして1つ目がポジション追加2つ目パープロの日福袋ガチャ3つ目 TS 第5弾狙うちスカウトそれぞれね話していこうかなと思います 一つ目のポジション追加、明日、先発が追加されてくると予想。で、ダブル追加ももしかしたら可能性としてはあります。その時は先発と控え野手。先発の理由としては、こちら見てください。2024年シリーズ1、4名の先発が追加されています。2023シリーズ2、こちらね、5名の先発。2023シリーズ1、こちらも5名。で、2022年シリーズ2、こちらも5名。もう一、 さねのぼ、えー、るんですけれども2022年シリーズ1と先発に関しては、えー、全部のねシリーズ5名追加されています今4名しかね追加されていないということで明日最後のね5人目の先発枠が追加されてくるんじゃないのかなと予想。 二つ目、パワープロの日福袋ガチャ。画像をね、左側に貼ってあるので、そちらを見てください。毎年ね、引いているガチャになりまして、お一人様4回限り、S ランクが出たら、自チーム選手確定。購入2回目、4回目、自チーム選手1人確定になっているんですけれども、このガチャを無課金、美課金税は引くべきなのか、無課金、美課金税は引く必要はありません。この後、SP リーグがあるので、 リーグで上位狙いたい方で選手を補強しちゃいのであれば他のガチャを捨ててこのガチャを引いていってください。 1>, 1回目、3回目、S ランクが出たら自チーム選手確定。さらに2回目、4回目はね、S ランクと自チーム選手確率100%確定になっているので、スピリーグで上位を狙いたい方、大会ね、えー、そのプロになりたいという方は、他のガチャを捨てて、このガチャで補強して、最後のね補強してもらって、上位狙うのもありなんじゃないのかなと思います。基本的に無課金初心者は引く必要はありません。 3個目 TS 第5弾狙うちスカウトこのガチャは絶対に引かないでください闇ガチャ引く必要はありません 8月23日のまとめ。イベント、ドリームキャラバン。ガチャはポジション追加、先発。もしかしたらダブル追加で控え足も来るかもしれません。で、パワープロに福袋ガチャ。TS 第5弾狙うちスカウト。こういった予想をしています。皆さんのね、意見や感想、予想など、ぜひともね、コメントに書いていってください。次に話していく内容が、激アツアップデート情報について。 お知らせの方を見ていきましょう。えー、明日メンテナンスがあるんですけれども、注意点があります。開始が13時で終了がいつもであれば15時なんですけれども、1時間長い16時に終了する予定となっているので、15時ではありません。16時に終了します。で、アップデート情報を見ていきましょう。 1>, 1つ目のアップデート内容、顔モデルの変更、渡来選手ね、えーまあ、変更されます。で一部選手の、ね、装備品や特殊ユニフォーム、3球団分、えー、追加されましたで。一部球団のコーチを変更、オリックスの投手のコーチを変更。で新たに、えー、特殊能力、奥行き、奥行きかい奥行き、なんかちょっとエロいね、うん奥行きという、ね、新特殊能力が、えー、追加されます。これは誰やろう所持する選手 登場したタイミングでで使用できます、まあ、シリーズ2かなシリーズ21発目誰かしらねこの奥行きというねえ特殊能力が追加されてくると思います一部コンボの発動条件を変更しました緩急自在これもね変更されますで投打バランスの調整でパワーヒッタープルヒッターの効果がえ調整されました これは8月23日から適応という、そういった文字が書かれていないので、今日から、8月22日から、え、強化は入っていると思います。後でね、リアタイやっていこうかなと。え、選手一段に特殊能力の検索条件を追加。あとは絞り込みと選手名鑑の年度切り替えに2024年シリーズ2も追加されました。 次のアップデートがかなり重要でして、自分はですね、2021年にこういったねツイートをしていました。早くね、3倍試合、3倍のね、機能を追加してください。それから3年経って、えついに試練に3倍試合を追加しました。なんか欠けているのかな ?3 という数字に欠けているかわからないんですけれども、いや、やっと来たね、試練3倍。これでかなり時間短縮はできると思います。 その他のアップデート情報に関しては別に重要なものではなくてほんと一番重要なのが試練に3倍試合を追加いや消費スタミナ2分の1の時に、ね、試練のアイテムめちゃめちゃ集めることができるんですいやこれは本当に嬉しい,いやマジで嬉しい一番重要なアップデート情報になっています アニバーサリー総選挙最終日、阪神の方から見ていきましょう。前川選手がね、序盤突破していたんですけれども、まさかの三つどもえ。昨日にね、ホームラン打ったということで、佐藤選手の投票率が上がっています。だ今日の試合かなり重要。え、オースティン選手とかマキ選手がね、また横浜見ていくんですけれども、大活躍したのであれば、オースティン選手、マ選手のね、投票率増えるんですけれども、いや、今日の現実の試合も重要やね。うん、佐藤選手、前川選手、森川選手、 西田選手でも森下選手がえー。猛打賞えー、2ホ本まあ5打点とかいう。大活躍したら森下選手が1位になるかもしれません。いや楽しみやね。現実の試合が、えー、マジで楽しい。最終日の本当試合もね。連動してくるので、いや阪神どうなってくるのか？ 広島1位、坂倉選手、まあ、ここは確定として2位、3位、これどうなってくるのか、純正的には矢野選手欲しい、12球団的には堂林選手欲しい、いやここがね本当重要なんよね、えー、守備がね上手い矢野選手なのか、リアタイで使える強い堂林選手なのか、いやここも気になる、最終的にどうなってくるのか、だか現実でねこちらも堂林選手、いや矢野選手か、矢野選手が大活躍したのであれば、2位、矢野選手で終わるんじゃないのかなと。いやここも楽し 열심히 네 横浜見ていきましょう。えー、この動画の撮影日が8月22日15時になるんですけれども。いやー、やばいことなってるね。マ選手、得票率31.51%。オースティン選手も31.51%。渡来選手も31.51%。いやー、これ、どうなってくるのか。いや、ほんと、え渡来選手が欲しいという純正派。えー、12球団はマ選手、オースティン選手と。いや、ここマジでどうなってくるのか。 で、このタイミングで、渡来選手のね、顔モデルも変更されたので、さらに、えー、投票率、得票率が上がってくるのか。いや、ここ、ここマジで重要。え、個人的にはね、牧選手、オースティン選手、12球団勢なのでね、12球団勢なので、牧選手、オースティン選手欲しいんですけれども、横浜純正からしたら、渡来選手が上がって欲しい。いや、ほんとここ最後見逃せないね、うーん。 巨人1位坂本選手、2位ヘルナンデス選手、ここはあんま争いないね。丸吉郎選手好調なので上がってくるかと思いきや 11.、11.56%と、ここは坂本選手、ヘルナンデス選手確定だと思います。 ヤクルト1位山田選手34.44%でサンタナ選手29%長岡選手22%ここも山田選手サンタナ選手のワンツーフィニッシュかな7%最終日に7%はさすがに無理かな長岡選手がこちらもねほんと大活躍して3ホーマーとかね打ったのであればもしかしたらね得票率は上がるかもしれないんですけれどもやっぱ現実やね今日のほんと試合重要マジで長岡選手の大活躍活躍具合で で得票率上がってくると思います。 十日、ここも三つどもやね、マルティネス選手がトップね、えー、走っていたんですけれども、29%まで下がってきました。オスカー選手、高橋選手。高橋選手は先発なので、えー、今日登板なし。マルティネス選手とオスカー選手がね、試合に出場する可能性はあるので、まあ、オスカー選手は確定で、マルティネス選手はね、そのセーブシチュエーションであれば、登板してくる。うん、まあ、ここもさ、ね、今日の試合を考えると、オスカー選手、マルティネス選手、こちらが1位、2位に なるかな、うん、やっぱ現実は本当に重要なので過去ね鳥谷選手劇的なホームインしてアニバイね選ばれたこともあったのでいや今日の現実の試合何回も言うんですけれどもこれがかなり重要になってくる。 アリーグの方になりまして、オリックス見ていきましょう、いや、ここもなんか三つどもえやね、太田選手、最初ね、2位ぐらいだったんですけれども、えー、9%と、西川選手、宮城選手、紅林選手、宮城選手、今日先発ではないよね、先発ではないので、紅林選手、本当、こちらもね、3ホーマーとか猛打賞とか、かなり活躍したのであれば、投票率、得票率、上がってくると思います。 1>, よって1位、外選手41%これは確定で岡選手と佐藤選手どうなってくるのかゲーム的なことを言えば岡選手はラインドライブなので見当たり使える選手佐藤選手もね成績好調なのでシリーズ2能力アップ期待の選手いや楽しみやなロードバンク1位、近藤選手 33%2 位、山川選手26% 3位、モイネロ選手が22%パー、とで今日ソフトバンクの試合ありません、ないのでさよな、まあ、このままかな、近藤、山川選手、4%パーは結構ねきついんですよ、モイネロ選手がね今日先発であれば、えー、投票する方は、ねえー、多かったと思うんですけれども、今日はね試合がないので、このまま近藤選手、山川選手のワンツーフィニッシュで終了する可能性あるんじゃないのかなと思います。 楽天1位浅村選手、2位鈴木選手、3位が小郷選手、2位と3位で10%離れているので、もうここは浅村選手、鈴木選手確定だと思います。 セーブ1位、ドライチルーキー、竹内選手2位、平選手3位、源田選手8%も差があるので、セ、えーブは竹内選手と平選手確定だと思います。アニバーサリープレイヤーは投手の方が強いんですよ。祝宴でミート中断、パー中断してくれるので、えー、ドライチルーキー、竹内選手登場した場合、セーブ純正は必須級。平選手もかなり強くなると思います。 そして最後、日ハム、ここ2週間、大活躍しているレイエス選手が、なんと、得票率28%。で、パワーヒッター、高額打法の万波選手。いや、個人的にね、タミヤ選手が1位になるかと思いきや、やっぱレイエス選手、現実とね、連動しているので、大活躍しているレイエス選手が1位になっています。あとは、シリーズ1ね、登場していないということで、今回ね、1位になっているんじゃないのかなと。いやー、激戦や。やっぱ横浜やね、この横浜が、 どうなってくるのかあ、オースティン選手抜けれる。31.52%。あ、渡辺選手2位になってる。マキ選手が落ちてる。いや、ここマジで。どうなってくるのかいや、明日の、えー、アニバー総選挙の結果楽しみやね。 今回の動画は明日イベントとガチャが更新されるので、更新予想、アップデート情報、アニバ総選挙について話していきました。リアタイに関してはちょっとね、えー、まあ、やらないでおこうかな。まあ,あんまりリアタにね、やらないので、まあ今回はちょっとね、アニバについて話していきました。いや、本当に最後どうなってくるのか。皆さんね、えー、誰に投票しているのか、ぜひともね、えー、コメントに書いていってください。最後まで、えー、動画を見てくれた方々、えー、ご視聴ありがとうございました。 今後もね、プロスピースの動画投稿するので、チャンネル登録と、ぜひともね、通知と、この動画にえ高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。